はい、どうもエルザレッドです。それではモンスターハンターワールドアイスボーンやっていきましょう。今回は次のコリオが出ましたのでそちらやっていきたいと思います。で、新種らしいのでこれはちょっと楽しみだね。で、メインにしているべきシルベが灯るまでということで陸産後の方で戦うみたいですが、モンスターの名前はネルメールっていう名前らしいです。さあ一応準備はしとこうか。ただね、前回みたいにソロプレイになりそうな気もするんで救難信号は出しますがね。なんですがまあちょっとそれはそれで頑張ってやってみたいと思います。この武器で大丈夫かな。水っぽい感じもするんだけどね。調査のやつが全部水気を帯びてたっていう感じだったんですよ。だからね、氷じゃなくて火か雷の方がいいのかなと思ったりはしたんだけど、気をつけて。まあやってみないと分かんないんで。どこあたりかな。なんか一番上っぽいような気もするんだけどね。お？そんなとこ通る？さ、ロープリフト。久しぶり使ったな、これ。やっぱ上だったみたいだね。どこまで行く？結構上行くね。ネルギガンって。さあ、上か。いや、ちょっと待った。さらに上と。さあ、まだ上だね。ここまで来たが、分かったね。もうちょいか。一番上か。さあ、どんな感じになるか楽しみだね。怖えな。どんな感じかな。
お？本当だね、光だね。なんかすげえ宇宙外生命体みたいな。あー、やっぱ水か。激流の主が現れた。激流か。はあ。さあ、一応出しとこう。一応ね。水だったら免疫より違うやつの方がいいかな。飛んでる。すごいなんかコウモリっぽい感じの羽を。すげえな。一発。なんかカメレオンっぽい感じだね。さあ、猫ちゃんも一生懸命ハギ取りをしてくれてるからね。あ、これは雷。お、ギリ成功。頭のダメージ一応通るね。線は叩き込んだね。逃げた。すっごい静かだね。上か。はーい、めんどくさいエリア移動が。いや、耐水持ってきとこうかな、次は。こんなエリア移動を早くすると思ってなかったな。え？ちょっと待った、今電気出さなかった。という感じか。水と電気か。
体異常系かな。意外とダメージ通るね。ただこの翼が本当でかいから厄介だな。この水流は危険だ。流されると身動きが取れない。ほう、強盗がありがとう。あ、2人入ってきたね。さあ、3人をこれで入れたかな。フルメンバーですね。ガラハタとか人気が落ちたか。いやーにしても拡散流行ってるね。拡散っていうか鉄鋼流弾で。ナイスおお、光ってる光ってる。そのハメ技的な感じはきついね。ドーンってくるしね。おお、こんな水しぶきみたいなこと。まあ確かに見る人によっては地味っていうの分かるね。外側はほんと地味だもんね。基本後ろ取るからね、僕はね。当たらなかったけど、ナイスナイス。さあ、溜めて溜めて、
キリルと期待して。大きい、いいね今の。痛い。しかもこれ長す。いや。危ない。免疫やっぱりいいね。回復するっていうのが楽。ああ、V 破壊どこが壊れた？これ絶対だよね。そんな気がした。水の範囲が電気が通るのはね、あとは食料。いやー、あの攻撃は本当痛かったね。お、ナイスって乗れた？もしかして違う。あ、やっぱ地味だね、色が。痛い。放電するとっていう感じかな。すごい地味になるってことかな。やっぱ流されるよね。おお、当たんなかった。さあ、帯電モード、ちょっと。逃げたか。の方が早そうだね。
そしてたぶん総意が回復してるような気がするんだよね。あ、やっぱダメか。そんなゼロはさせてくれんか。いや、前回苦労した分今回がほんと楽に感じる。色がついてる、もしかして。この尻尾切れたらどうしても切れるんだろうねっていう感じだね。当たらなかったけど、今回はちょっと図鑑見てみようか。新種だからね、終わったら。切れるのかな。当たんないんかい。切れたー。ごめんなさい、先っちょだったね、やっぱね。ああ、尻尾切ったってことはあと 30% か。一番上か。爆弾タイムだね。あ、最後うまくいかなかった。ほい。いやー、ほんと人のクエストで回復フルにしないっていう人の心境が分かんないよね。あ、違う。いやー、めんどくさいことになったな。そういう時は、
だよね、滑空使えるよね。いやー、普通にやらかした。ヒデ君のありがたいんだよね。痛い。その水眼みたいなのすごい強い。もうやっちまえ、ボコボコにやっちまえ。おお、一応飛びながら飲めるんだ。面白い。危ない。あとちょいだと思うんだけどな。いやしませんか。おお。ナイス。さすがです。いやー、ネオルミエール倒せましたね。ほうほう、よくっていうか出た人がいるね。ライフ高えなぁ。なんかこう目立って強い攻撃があるかって言われるとそうでもないけど、一発が重いっていうよりかはなんかうざいって感じかな。あー、よかったー。覇王の柏木かっていうと、まあ古流だしね、そんなには。
お、強欲来たね。さあ、毒瓶か。さあ、マスターランクも21まで来ましたね。すっごい不思議な古竜だったな。水と電気の合わせ技ってなかなか面白いね。まあでも電気を走らせるには理にかなってる感じではあるけどね。みんな聞いてくれ。大いなる存在に関して調査結果が出た。では私から。歌が聞こえた場所を調査したところ、とある法則を発見した。これらが歌の聞こえた場所。時間順に示してみよう。バラバラですね。一体どんな法則性が？焦らないで。次に地殻変動の場所を古い順に書いてみるわ。螺旋の形、これって地脈の流れ。なるほど。地脈回廊から放たれるエネルギーに沿って移動しているということか。よし、ここでもう一つダメ押しだ。五鬼団、古竜の調査結果を示してみろ。はい、古竜たちが活発化した場所を記します。ああ、そうだね。すごいぞ、みんなが出した成果。ということは龍脈の地にいるってことかな。地脈の螺旋が描く延長線上、ここよりはるか遠方に島があることが分かった。へえ。古竜が騒ぎ出した時期から考え、そこに大いなる存在がいると考えて間違いない。さあ、その島に何が待ち構えているかは分からない。現場での的確な判断と即応性も求められる。どうすべきか皆の意見を聞こう。聞くまでもないだろう。少数精鋭、異存なし。じいちゃんの考えに俺も賛成だ。それしかない。よし、では五鬼団に島へと向かってもらう。ですよね。希望の星である彼らにしかなせない。先輩、指揮をお願いします。私たちが無事その島から戻れるように。今も続く生態系への影響はいずれ取り返しのつかない結果につながるかもしれない。そうなる前に真実を確かめよう。我々は五鬼団を全力でサポートする。出発準備を急げ。了解でさ。全てをあんたたちに託すわ。しっかり見てきて、私の代わりに。五鬼団の調査班は準備ができたら俺のところに来てくれ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。気球船に乗りましょう。大いなる存在のもとへ。さあ、なんかこの雰囲気だと次が最後っぽい感じだね。あ、その前に今はあかんで。新規モンスターなんでね、ちょっと。見てみますか。ネロミュール。見えるか。翼破壊可能だけど、壊してないってことだね。尻尾切断した。翼は壊したね。よかったね。体験、切断系で言っててよかったね。でも、ハンマーにとことん弱い感じかな、肉質はね。あー、ヒゲ。ヒゲがレアなのか。もう多分、ゲットしてないのもあるから。それもだね。ねえ、
とは調査はメロミエルは出なかったか。さあ防具もちょっと見てみましょうか。どんな形になるのかね。さあ決めるぜ。そうテンタクルテンタクルって聞くともうスプラトゥーンしか思い出せない。やっぱイカか、やっぱイカかあれはだよね。だってこれどう見てもスプラトゥーンだもんね。あ、やっぱあれイカか。確かにイカはあの内側にこういう発光体があるんだよね、種類によるんだけど。あーすごいね。タコだったかな、どっちかなんだけど。あーかわいいね。これちょっと揃えたい。ただ属性加速と新属性加速、属性加速って新しいスキルか。いいなこれ、ちょっと揃えたいな。髪型もなんかスプラっぽくちょっとこれは、あー爆追の天角がいるか、ヒゲがいるな。古竜の大宝玉か、まとめてほしいの。かわいいね。あれいいな、あれ欲しいな。またちょっと古竜狩り頑張ろう。気をつけな。ああ天人はそこまで出てないか。はい、ってことで、マスターランク21まで行きましたね。装備を見て若干テンション上がってますが、まあ、続きは次回やっていきましょう。まあ、次最後っぽいような感じもするんで、次回はそんな感じでクエストしていきたいなと思います。では、今回までのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。まあ、次回も古流続きとなりますが、ぜひ楽しみにしてください。それでは次回会いましょう。ほんじゃ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。